ハジロ族は、長江カモモクカモカに属する族。別名、鈴ガも族。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ、マダガスカル中北部などに分布する。最大種は、ホ星ハジロ。体型は、太短い。翼は、やや短い。初列カザキリア、自列風雪に白い斑紋が入り、 飛翔時に白い帯模様に見えることが、ハジロの由来になっている。和名の星ハジロは星ハジロと表記される。くちばしは幅広い。講子は短く胴体後方に位置し、直立して陸上をうまく歩行することができない。講子や跡は扁平で、跡の間には水かきが発達する。性的苦手が大きく繁殖期の死は、灰色が異なるが、オスは、 批判食器に羽毛が生え変わる。伊勢湾で越冬する、鈴鴨の群れ河川、湖障、池、湾などの主に淡水域に生息する。俗名のエイスヤは、ギリシャ語で、海鳥を指すアイイサヤに由来する。水面を蹴って助走してから、素早く羽ばたき飛翔する。植生は、植物食傾向の強い雑食で、水生植物などを食べる。鈴鴨などは、貝類も食べる。 潜水して、採食を行う。繁殖形態は乱生。多くの種は、水辺や水面に浮かぶ、水生植物の上に巣を作るが、一部の種は、カモメ科の集団繁殖地内に巣を作る種もいる。数種は、同種多種の巣に卵を産んで、育成させる。ハジロ属は、以下の種に分類されている。開発や干拓による、生息地の破壊、狩猟などにより、 生息数が減少している種もいる。国際自然保護連合により、ハジロ族の多数の種が、軽度懸念の指定を受けている。日本の一部の都道府県で、赤ハジロ大星ハジロ、鈴鹿もが、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。